呪霊操術極の部渦巻きの話だったね。渦巻きは強力だが抽出だ。君が感じた気配に私が気づかないと思った。ミニバスでキャプテンをやっていたあの頃は、よくお母さんがひたすら刀を振るった。お母さんの負担になりたくなかったか。新影流乗せる抜刀極の番。新影か、よかったよ。日下部さん、先生が前出てきちゃ意味ないです。パザ先輩、よかった、戻ったんだな。何者だ。側はゲートをすぐる、中身はし、母をもてあそんだ、憎むべき。ノリトシ、私、何、どういうこと。バカげた結界術、バカげた術具の所持。好きに呼びなよ。よくも一目三下、これ以上私を待たせるな。俺の術式の影響なんだ。血のつながった弟たち、弟が死、虎杖悠仁の死を強烈に感じ取ってしまったのだ。何もありえない話じゃない。ならば俺は、なんて圧力だ。命を張らない理由になるか。東道といい、ヤバいフェロモンでも出てるんじゃないのか。全員でかかれば好きくらいできるだろう。なんとしてもごきドラミング。ヒコリ呪法、下手に動けば体が割れる。反転術式、どの程度だ。俺だけ氷結が甘かった。少な関連だな。お兄ちゃんと雲操術、今動けるのは私たちだけ。歌姫先生の準備ができるまで。ヒコリ呪法直撃やられる。あの時の答えを聞かせてもらおうか。世界から呪霊をなくす方法、人類を一つ上の段階へと進めることになる。呪力からの脱却だよ。呪力の最適化だ。いや、俺にはどちらもさっぱり。そもそも目的が違うんだ。可能性なんだ、人間という呪力の形のね。答えはいつだって混沌の中で黒く輝いた。作るべきは私の手から離れた混沌だったの。死に干渉できる術式を持ったやつ。さっきあいつが取り込んだけど。無意天変、結界じゃない。礼を言うよ、虎杖悠仁。上後も欲しかったけど、まあ仕方ないね。二種類の非術師に遠隔で無意天変を施した。それぞれの脳を術師の形に整えたんだ。そしてその呪物たちの封印を解いた。
じきに目を覚ますだろう。呪力への理解を深めるため殺し合いをしてもらう。虎杖悠仁が悪意を持って放たれたとでも思ってくれ。力を与えただけで人々が殺し合いを始めるとでも。程度の仕込みを私が怠るわけないだろう。ムカつくからみんなであいつボコろ。これは毒か。まだ話の途中だよ。そっちの契約はこの肉体を手にした時に破棄したけど、これがこれからの世界だよ。じゃあね、五条先生。聞いてるかい、スクナ。始まるよ。呪術前世、平安のような。